けでここに行ってまいりました。 ZX25R 忍者 ZX25R。 今日ですね、議説というよりは開発者インタビューってことで、好き勝手にいろいろ質問ができる、それをですね3時間にわたってやるというね、かなり異例の発表の仕方をしました。今日は7月8日、解禁日は7月の17ということで、あと10日近くあるので、まだ詳しいことをねパッと発表できないんですけど、今この興奮をお伝えしたく手持ちスマホで喋っております。急遽、開催され、急遽新幹線でやってまいりました。実写を見ただけなんですけども、驚きの、まあ、性能もさることながら価格がもう超強気、すごいですよ。 CBR250WR を数万しか変わらない、そして年間台数も5000台という超強気の戦略的な価格でしたね。というわけで、すごかったです。聞いたことに全て答えるっていうのも異例中の異例ですけども、そうです、川崎重工も割とこのメーカーの発表会っていうのは台本ありきで、質疑応答もですね司会の人がコントロールしながら、数問で、まあ、せいぜい10分とか5人ぐらいが1問ずつとかね、それで終わるんですけど もう今回は、まあ、要はオープン、全員オープンにして、重複のないように質問を受けたまりますよって感じで、いやでね、エンジンオールニューでフレームも新設計で、で川崎25年ぶりの254気筒、 DOHC とはわざわざ言ってなかったですけど、まあ、インジェクションは当たり前としても、トラコンがね、トラクションコントロールとクイックシフターがついていてとか、でもまあいろいろ新しいことがあったりしましたね。すごい、なんかもうね、今すぐツイートしたかったけど、さっきもなんかうおってこう変な声があってツイートしただけで、まあでもいや本当すごいですね。ちょっと欲しくなってしまうな。我が家の何かを売ってこれを買うかどうしましょうね。月末にはオートポリスでなんと試乗会があるということなんで、しかも2日間かな、まあ、丸1日走れるみたいなんで、ひょっとしたら1日は外出て走ってこいってことかもしれないんですけど、まあ、そんな感じなんでね、結構じっくりインプレイできるかなと思います。いや超楽しみ。はい、ということで川崎に行ってまいりました。川崎に行ってきたので、今日は緑色のテントウムシが緑色の腕輪をしております。では、バイバイ。